またホームの向かい風強さを増しているようにも伺えます。第2レースから安定板装着での戦いが続いている。明日のファイナル出場権をかけた予選最終日、残すは2つのカードですが、いずれも勝負メンバーが3名ずつ登場する激戦カードとなっています。まずは第11レース予選特選です。1号艇柳井啓太、2号艇吉田拓郎、3号艇中村桃佳、4号艇藤原葵、5号艇島田健人、6号艇下宮智博、以上6選手の対戦です。6選手定番通りの進入スタイル、1号艇柳井啓太がインコースの進入。今日の1走目は勇み足ということになりました。ここはインコースですが、どこまでスタートを決めてくるか。今ゆっくりとホーム側に移動しています。そして2号艇吉田拓郎が2コースの進入であります。現在得点率第5位、2着以上でどうやら明日のファイナル進出ということになりそうでありますが、ここはスタート集中して攻めの成果、2コースの進入であります。そして3号艇中村桃佳がセンター3コース、今日の1走目大きな着となりましてボーダー以下ということになりましたが、ここは全力投球であります3号艇中村、ここまでがスロー。そして連日新人離れしたスピードターンで実績十分の強豪相手に逆転の連続であります4号艇藤原葵が現在時点の位置7位でありますが、逆転突破へ1着勝負。5コース5号艇島田健人、そして6コース6号艇篠宮智博は2着以上で 8.00 クリアということになります。第11レース予選特選、1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。2、3コースと6コース、6号艇篠宮がグイッと飛び出して攻めていくが、4号艇がブロックスロット、直線に出して攻めていくが、4号艇がブロックスロット、直線コースアクシデントとなりまして向こう上面に入りました。アクシデントがありました。目下のところなおスタートは正常です。なお2番5番1番の体勢スタートは正常です。なおお知らせいたします。6号艇篠宮は妨害失格、6号艇篠宮妨害失格です。そして3号艇中村、4号艇藤原は失格となっています。6号艇篠宮は妨害失格、3号艇中村、4号艇藤原は失格となっています。暫定での構想ということになりました。2周1マークから向こう上面に入ります。アクシデントがありました。1周1マーク手前でありますが、先頭は2号艇吉田拓郎、5号艇島田健人が2番手、1号艇柳井啓太が3番手、2番5番1番の体勢で2周2マークです。トップでクリア2号艇吉田拓郎、5号艇島田健人が2番手、1号艇柳井啓太が3番手、上位の体型2番5番1番の体勢、レースは最終周回に入っています。なおこのレース1周1マーク手前でアクシデントがありました。まず6号艇篠宮智博は妨害失格、そして3号艇中村桃佳、4号艇藤原葵はそれぞれ失格となっています。暫定での攻防となりました。先頭は2号艇吉田拓郎、2番手5号艇島田健人、3番手1号艇柳井啓太、上位の体型は2番5番1番の体勢となっています。3連単2号1は 85.3 倍を示しています。大波乱となりました第11レース予選特選、2号艇吉田拓郎先頭、5号艇島田健人2番手、1号艇柳井啓太が3番手、上位体系2番5番1番でゴール、先頭2番吉田5塁、2番手5番島田5塁、3番手1番柳井5塁、なお6番篠宮は妨害失格、3番中村桃佳、4番藤原葵は失格となっています。Slecht, dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn. Nu is het stil. Met het vallen van de nacht fluister ik nu zacht, hoor je mij misschien. Ik weet gewoon niet hoe. Bij alles wat ik doe, ik kan er niet.
niet hebben als het avond is. Oh, want 's avonds mis ik je.